今日は総勢11人で人狼ゲームをします。役職は、市民さん、人狼さん、占い師1、霊能者1、狂人1、狩人1、魔法少女1です。魔法少女とは、夜に一度だけ人狼が見えて、見た人狼を殺すことができる市民陣営です。1日目、ウプ主が殺されゲームマスターになった。2日目、話し合いスタート。今日は魔法少女がいるのね。魔法少女ってなんかかっこいいよね。人狼にとっては不利だけどな。でも今日は人狼3人もいるからわからないよ。確かに。じゃあ、占い師出てきて。霊夢しろ。私、霊能者を使用します。対抗はいるの？いないね。じゃあ、かぐやが進行よろしく。オッケー、誰か怪しい人はいる。初日はわからないね。うどん湯が科目で怪しいと思うわ。じゃあ、今日は科目釣りでいいかな。賛成。話し合い終了。投票中、投票結果。うどん湯はパチュリーに、それ以外はうどん湯に入れた。よって、うどん湯が処刑されます。仕方ないね。夜役。3日目、パチュリーが無残な姿で見つかった。そんな。話し合いスタート。占い、霊能結果お願い。怖くもしろ。うどん着は白でした。私、霊能者を使用するよ。うどん着は黒だったよ。レミリア使用遅いし、霊能結果も分かれたね。レミリア怪しいね。人狼じゃないの。確かに。私はかぐやが怪しいと思う。なんで？人狼3人いるから、人狼が霊能を語ってる可能性あるよ。でも、初日に使用しなかったレミリアの方がどう見ても怪しいよ。話し合い終了。投票中、投票結果。かぐやは小石に、それ以外はレミリアに入れた。初日に使用しておけばよかった。夜役。4日目、小石とかぐやが無残な姿で見つかった。そうなるよね。なんで？話し合いスタート。かぐやなんで死んだの？私、魔法少女を使用するよ。昨晩かぐやを見たら、人狼だったから殺したよ。その言い方、えぐいぜ。じゃあ、かぐやは霊能語りだったんだね。かぐやが死んかと思ったよ。私もかぐやが使用早かったから、死んかと思ったけどわからないもんだね。魔法少女がいてよかったよ。もう占う人いないぜ。昨日の話し合いで小悪魔は、新霊能のレミリアを怪しいと強く釣りをしましたね。かぐやを守るためではなかったのでしょうか。でも魔法少女がいたから、そう思う通りにはいかなかったというわけ。でも、エイリンもかぐやが死んだと思ったって言ってたよね。そうだね。私も、かぐやが死んでレミリアが語りだと思ったぜ。メイリンの言い分もわかるけど、どうする？私、狩人を使用するよ。マジか。話し合い終了。投票中、投票結果。小悪魔、マリサはエイリンに、それ以外は小悪魔に入れた。よって、小悪魔が処刑されます。悔しいよ。人狼を全員退治することが、できました。おめでとうございます。市民の勝利です。それでは気になる役職配分を発表します。レミリアは霊能者。フランは魔法少女。メイリンは占い師。パチュリーは市民。うどん家は人狼。かぐやは人狼。小石は市民。エイリンは狩人。マリサは狂人。小悪魔は人狼。霊夢は市民でした。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。